今日のアジェンダですね。まあなんかリッチメニューについてお話ししていきます。で、デフォルトのリッチメニューができてからはすごい開発が便利になったなというのが僕の感想です。はい。あ、コメントが来てますね。メッセージング API でデフォルトのリッチメニューが設定できるようになったのは2018年9月からですねって来てます。なるほど。2018年9月からだったんですね。はい。じゃあ、リッチメニューについてですね、新聞文がお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。で、まず一番最初、印象自己紹介ですね。は、新聞文というものです。はい。会津大学というところに今行っていて、2年生ですね。で、エキスパートは今年の1月ぐらいからやってます。で、普段はまあ、バックエンドとか、ネットワークとかインフラとかその辺に興味があって趣味でいろいろ触ったりしてます。で、趣味はツイッターめちゃめちゃやってます。はい。ツイハイです。あとは、そんなにツイートしてない方なんですけど、表向きのアカウントはですね、右上にアットマーク新聞文アンダースコアっていうアカウントがあるので、皆さんぜひフォローしていただけると嬉しいです。はい。でですね、まあなんかこれが僕の自己紹介なんですけど、なんか僕普段コミュニティのイベントあんまり多分出てなくて、まあ、普段見かけないけどどういう人なのって思ってる人多いと思うので、まあちょこっとだけ自分がなんだろう、LINE 関係のことで、まあなんかどんなことをやってきたのかっていうのをちょこっとだけお話ししようと思います。で僕なんか2018?なんか多分18だったと思うんですけど、まあ、高校1年生の頃から LINE の、コミュニティに生息していて、あ、19だっけ ?18 だっけ、なんか LINE ブートアワードが開かれた年なんですけど、まあ、それぐらいから LINE のコミュニティに生息していて、まあ、イベントがオフラインで行われてた頃は結構な頻度で出没してました。あとは、時間割ボットっていうボットを4年ぐらい利用してまして、今3600人ぐらいですかね。使ってもらってます。あとは API 実践ガイドの、ログインの書を書いたりしてます。で、最近は、そうですね、なんか C 言語のソケットプログラミングで、ゴム外しボット実装してみたりとか、あとは、ラストの、LINE ボット SDK の公式版を作ったりとかしてて、もうこれは近々リリース予定です。あとは、さっきちょろっと話した通り、なんか LINE ボットの勉強会を今開いたりとかしてます。はい。で、ちょっとちなみになんですけど、ラスト強の方がいらっしゃいましたら、ぜひ、こちらの、リポジトリの方にですね、プルリクなど、投げていただけるととても嬉しいです。はい。で、よいしょ。さっきちょろっとお話しした、勉強会の資料なんですけど、こちら、キータの方で公開していまして、アイズハック LINE ボット勉強会っていう風に調べると出てくると思うんですけど、一応第1回から、まあ、LINE ボットの一通りの機能を全部、触れていって、第2回で、フレックスメッセージとか、リッチメディオとかやって、で、なんか第3回に API とか、まあなんかその辺を触れるみたいな、形になっていて、第4回は鋭意制作中です。まあなんかぜひやってみたい方は調べてみていただければと思います。で、ごめんなさい。めちゃめちゃ前置きが長くなっちゃったんですけど、今日のアジェンダですね。まあなんかリッチメニューについてお話ししていきます。で、基本的には公式ドキュメントに沿った形で紹介しているので、まあなんか詳しく知りたい方はぜひそちらの方を見ていただければと思います。はい。で、まあなんか、まず最初なんですけど、まあなんかそもそもリッチメニューとは、リッチメニューって何っていうところなんですけど、LINE ボットとの、トーク画面のその、なんか、下の方に表示されるメニューになってまして、オフィシャルアカウントマネージャーでも作ることができるし、メッセージング API でも作ることができるんですね。で、まあ、今回はメッセージング API 編なので、まあ、メッセージング API を使った作成方法について解説していきます。ちなみに、ここの、左下にある妹コマンドというのは、
リモートボットというフィエゾーさんが、ね、作ったボットのリッチメニューになってますね。はい。リモートボットのリッチメニューもすごい使いやすい UI になっているので、皆さんぜひ追加してみていただければいいんじゃないかなと思います。はい。で、リッチメニューの構造についてちょっと解説していきます。で、リッチメニューいくつか要素があるんですが、まあ、まずはリッチメニューに設定する、画像ですね。まあ、これなんかメニュー、これ、その、一つのメニュー、一枚の、まあ、イメージになっていて、JPEG とか PNG とかで、指定することができます。あとは、タップ領域というのが、それぞれ分かれていて、まあ、なんか、これ、カーソル見てるかな。ここの、左上とか上の、まあ、左上とか右上とか、まあ、こういうふうに、まあ、それぞれタップ領域というものが、ピクセル単位で指定することができるようになっていて、このタップ領域に応じて、その、例えば、ポストバックイベントを、まあ、なんか返すアクションとか、URI を開いたりする。アクションとか、まあそういうようないろいろなアクションっていうのを、この、それぞれの、タップ領域に指定することができます。で、トークルームメニューというのが、この下の方に出ている、タップフォーモアっていうふうに書いてあるところですね。ここがトークメニューっていうので、ここを押すと、リッチメニューを、開いたりとか閉じたりとかするよう、するということが、まあできるようになってます。まあというのがリッチメニューの構造です。で、今、まあ、ちょこっとアクションの話が出てきたと思うんですよ。まあ、それぞれの、それぞれの、タップ領域に指定することができるものなんですけど、まあ、このアクションっていうのは、じゃあ、なんか何が使えるのと、まあ、どういうアクションがあるのというと、はい。まあ、なんか基本的にリッチメニューで使えるアクションはこれだけあって、ポストバックアクションと、メッセージアクション、URI アクション、一時選択アクション、リッチメニュー切り替えアクション、まあ、というふうになってるんですけど、これなんか、それぞれ言われてもあんまりイメージつかないと思うんで、ちょっと皆さんに実際にお見せしていきたいと思うんですが、これって今 LINE の画面って画面共有で映ってますかね。で、そうかな。映ってます。あ、映ってますか。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと実際に、お見せしていきたいと思います。あ、でですね、あ、ごめんなさい。1個解説を忘れていました。先に、リッチメニュープレイグラウンドというものが、LINE さんの方から、出ていまして、まあ、なんか、リッチメニュー、アクションとかを、実際に触って、試せるようなアカウントになっていまして、で、こちらのリッチメニュープレイグラウンドというのを使って、実際に、その、アクションの、動きについて、ちょっと皆さんにお見せしていこうと思います。で、まあ、まず、下の方に出てる、なんかこれがリッチメニューなんですけど、メッセージアクション。ですね。まあ、メッセージを送信というボタンを押すと、メッセージアクションが飛んで、こんな感じで、ボットに対してメッセージが送信されますね。はい。で、ポストバックアクションですね。ディスプレイテキストありなしっていうのが選択できるんですけど、ちょっと、うろ覚えなんですけど、ディスプレイテキストありって確か非推奨になったような気がしてて、なんか廃止予定みたいになったような気がします。ごめんなさい。ちょっともしかしたら間違ってるかもしれないんで、間違ってたら誰か指摘お願いします。で、ディスプレイテキストありっていうふうにやると、こんな感じでメッセージ上に、テキストが表示されるポストバックアクションになっていて、ディスプレイテキストなしっていうの、これが、メッセージがその表示されないポストバックアクションですね。まあ皆さんポストバックアクションって聞くと多分こっちのイメージの方が強いんじゃないかなと思います。まあなんかその見えないメッセージみたいな感じですよね。はい。で、URI アクションは、まあ、
押すとその設定した URI が開くというようなものになっています。で、ガイドブラウザで開くとかもあるんですけど、ちょっとこれ押しちゃうと切り替わっちゃうので、ごめんなさい。ちょっと今回は、省略させていただきます。で、日時選択アクションというのが、まあ、こんな感じで日時をいろいろ選択できるものになっています。で、これもオプションがいくつかあって、日付を選択するだけのものとか、時刻を選択するだけのものとか、こういうのもあったりします。で、最後、リッチメニュー切り替えアクションですね。リッチメニュー切り替えアクションが設定されたボタンをタップすると、こんな感じでリッチメニューが切り替わります。で、リッチメニュー、サイズがいろいろ選べるので、まあ、こんな感じで、ちっちゃいサイズのリッチメニューに切り替えるみたいなことも、まあ、なんかできますね。まあ、なんか、これは実際に、その実装するときに、フレックスメッセージで結構、まあなんかこんな感じで大きめのフレックスメッセージを返信するときに大きいリッチメニューが表示されてると上の方が切れちゃうんですけど、ちっちゃいリッチメニューに切り替えるとちゃんと上まで全て表示することができるみたいな使い方は結構よく、いるんじゃないかなというふうに思います。はい。まあというのが実際リッチメニュー触ってみたっていう感じになってます。はい。じゃあ、次ですね。リッチメニュー作成の簡単な流れ、大まかな流れについてちょっと触れていきたいなというふうに思います。で、まあ、まず一番最初にリッチメニューの画像を準備します。で、これもちょっと画像の大きさみたいなのは詳細に決まっていて、ちょっと今回は触れないんですけど、それもなんかドキュメントを見ていただければ、より詳細な要件が、まあ、なんか書いてあります。で、その後に、リッチメニューを作成するエンドポイントを叩いて、リッチメニューを作成します。で、この時に指定するのは、さっき言ったその、ピクセル単位で指定することができる、タップ領域とか、あと、アクションとかになってます。で、その後に、画像を、その、紐付けるエンドポイントを叩いて、画像をリッチメニューにガシャンと、紐付けるといったような形になっています。はい。あ、で、ごめんなさい。リッチメニューの画像について資料の中に作ってました。リッチメニューの画像要件があって、JPEG かピングで、画像の幅が800から2500ピクセルで、高さが250ピクセル以上で、アスペクト比が 1.45 以上。まあ、なので、なんか割と結構いろんな選択肢があるんじゃないかなと思っていて、まあなんか割とそのフレキシブルな大きさのリッチメニューを作れるんじゃないかなと思います。ちょっと僕、なんかオフィシャルアカウントマネージャーはあんまり詳しくないんですけど、あれですかね、オフィシャルアカウントマネージャーとかはそんなにフレキシブルな設定とかってなんかできるんですか、ね、全然できないですね。ボタンの、基本的にはフルページ、一番大きい状態で、何個のボタンを設定しますか、はいはいはい、みたいな。だから6個か1個か2個か3個か4個かみたいなしかできないです。なるほど、なるほど。まあ、そしたら、そういうように決まった型に沿ったリッチメニューでも十分な場合は、オフィシャルアカウントマネージャーとか使うと、すごい、多分、なんだろう、サクッと作れるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、例えばタップ領域すごい細かく設定したりとか、リッチメニューの大きさを、まあ、細かく指定したいとか、そういうような時は、メッセージング API を使ってね、作るといいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、その他のリッチメニュー機能なんですが、デフォルトのリッチメニューっていう機能がありまして、これは、最近でもないか。ちょっと前ですね。僕が開発始めた頃はなかったんですけど、ちょっと前に追加されたもので、リッチメニューって基本的に、このユーザーにこのリッチメニューを紐付けるみたいのを設定しないと、そのユーザーに表示されなかったんですよ、昔は。まあ、なんですけど、デフォルトのリッチメニューっていうのができて、そのユーザー単位のリンクをしていないユーザーにも、みんな表示される、デフォルトの、まあ、リッチメニューですね、を設定することができるようになったんですね。で、一応リッチメニューのよ、優先順位っていうのがあって、
ユーザー単位で、このユーザーにはこのリッチメニューを紐付けますっていうふうに、明示的に指定した場合は、その指定したリッチメニューが表示されて、で、そうじゃない人たちには、そのメッセージング API で設定した、デフォルトのリッチメニューがあったら、まあ、それが表示されて、で、それも設定されていなかった場合は、オフィシャル、アカウントマネージャーで設定したリッチメニューが表示されるみたいな、こんな感じの優先順位になってますね。はい。まあ、デフォルトのリッチメニューができる前は、結構開発が大変で、確か友達追加された時に、フォローイベントが、まあ、なんか飛んでくるんですけど、まあ、フォローイベントが飛んできたら、リッチメニューをその紐付ける API を叩いて、そのユーザーに対してリッチメニューを紐付けるみたいなのをやらないと、その、ユーザーにリッチメニューを表示させることができなかったので、まあ、デフォルトのリッチメニューができてからは、すごい開発が便利になったなというのが僕の感想です。はい。で、次いきますね。で、リッチメニューオブジェクトの検証っていうのが、なんかこれはすごい最近追加された新機能なんですけど、そのリッチメニューを作るエンドポイントを叩くっていう風なお話をさっきしたと思うんですよ。これの1番ですね。ああ、間違えた。ごめんなさい。2番ですね。リッチメニューを作るときに、まあなんかそのアクションとか、タップ領域とかを指定して、そのリッチメニューオブジェクトっていう、JSON を作るんですけど、まあなんかそれが有効かどうかっていうのが、今まではその、作ってみないとわからない。まあ、まあ、実際に作ってみて、作れたら有効な構文だし、まあエラーが返ってきたら、まあなんかどっか無効ですよと、あの間違っていますよ、みたいな感じだったんですけど、まあなんかそうじゃなくて、そのリッチメニュー作成のエンドポイントを、叩かなくても、この、バリデートっていう、このエンドポイントに対してリッチメニューオブジェクトを送ってあげれば、まあそのリッチメニューオブジェクトが有効かどうかっていうのを検証することができる機能になってます。で、なんか、まあなんか別に作成のエンドポイント、と叩いて検証してもいいんですけど、そうすると、まあなんかその有効だった場合は、なんか本当にリッチメニューが作られちゃうので、リッチメニューを別に今すぐ作りたいわけじゃないんだけど、なんかこのリッチメニューオブジェクト有効かどうかだけ検証したいみたいな、なんか時にちょっとなんか困っちゃうみたいなことがあったんですけど、まあなんかリッチメニューオブジェクトの、検証ができるようになったことで、まあそういうようなユースケースに対応できるようになったという感じになってます。あ、コメントが来てますね。メッセージング API でデフォルトのリッチメニューが設定できるようになったのは、2018年9月からですね、って来てます。なるほど。2018年9月からだったんですね。確かに僕が LINEBOT 開発し始めたのは、2017年だった気がするので、その頃は使えなかったんですけど、これ2018年からもうなんか使える感じだったっぽいです。はい。すごい昔の話をしてました。ごめんなさい。はい。まあ、そんな感じになってます。で、ちょっと、一番最後、おまけなんですけど、リッチメニューエディターっていうのを非公式のものなんですけど、僕の友人が作っていまして、なんか、リッチメニューをなんか作るときって、さっき言った通り、アクションを指定する、タップ領域を、なんだ、ピクセル単位で指定していかなきゃいけなくて、まあだから X 軸が10ピクセルで、Y 軸が20ピクセルで、で、ここから、30ピクセルと40ピクセルみたいな感じで、すごい指定、なんだろう、なんか、そこを指定していくのがすごい面倒くさいんですよね。まあ、なんかそもそもそのピクセルを調べるっていう操作をしないといけなくて、なんか例えば、Adobe のイラストレーターとかを使ってる人だったら、まあ結構、サクッと調べられたりとかするんですけど、まあなんかそもそもそういうツールをなんかわざわざ使ってピクセル
を探していくっていうのもすごい面倒で、まあ、なんですけど、このリッチメニューエディターっていうのを使うと、まあ、なんかちょっと、まあ、なんか実際に使ってみないとうまく説明がしづらいんですけど、写真をアップロードして、で、その、画像に対して、その指定したいタップ領域をビーっていう風に、ドラッグしてあげると、まあ、そこで指定した領域に対してアクションを設定することができるみたいなものになっていて、いちいち、何ピクセル何ピクセルみたいな、領域を調べなくても、まあ、なんか GUI ポチポチで作れるようなツールになっているので、すごい、なんか便利で、なんか僕は普段から使っています。はい。まあ、なので、なんかぜひ皆さん使っていただければと思います。まあ、みたいな感じで、ちょっと、駆け足になってしまったんですが、リッチメニューに関する解説はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。